フォアとバックの内訳について説明させていただきます。真ん中に構えてフォア、真ん中に構えてバック、この平行の動きでフォアフォア、バックに回り込んでバックショット、バックショットができるようになってます。今回はリモコンをフォア側に構えるとボールのフォア側にプレイヤーが移動します。フォア、バックに回り込みます。バック、もう一回バックいきますね。フォア、次バックいきます。このように、自分で打ちたいところに構えて打つことができるというのが今回の特徴です。続きまして、トップスピンとスライスとロブの打ち分けができます。トップスピンはこのようにかぶせるようにリモコンを振っていただくとトップスピン、そして逆にですね、反対方向にこうひねるとスライスショットを打つことができます。それから少し下から上に打ちますとロブショットですね、前衛の頭を越えるようなロブっていうのはこのように下から上、下から上に打っていただくことができます。トップスピン、このような形でトップスピン打つことができます。スライス、スライスショットいきます。バックでトップスピン、バックでスライス、下から上に前衛を越えるようなショットですね。ロブ、ロブいきます。今のようにフォア、バック、それからフォアのトップスピン、フォアのスライス、バックに行ってバックからのトップスピン、そしてスライス、それからロブショットですね。これらを使い分けてみんなで遊んでみます。はい、いきます。せーの、よいしょ。はい、じゃあ行きます、はい、せーの、よいしょ。あー、遅れた。ちょっと厳しかったですね。厳しいショット。スライスを使っていました。バックハンドのスライスです。お願いします。今のはロケットサーブといって、ね、はい、一番高い場所で打っていただくと、はい、ロケットサーブが出ます。はい、いきます。はい、せーの、体が反応しました。フォーオン、いい勝負になってきましたね。せーの、よいしょ。今からですね、こちらの部屋ともう一つの部屋に先ほどの、鈴木と牧野がおりますので、彼ら2人とインターネット対戦を
してみたいと思います。はい、別の会議室で準備している牧野です。鈴木です。こちらの部屋はもうインターネット対戦準備 OK です。まあ、私も一人っていうわけにいかないので岩田さん、一緒にやっていただけますか。やりますよ。よろしいですか。もう準備バッチリ。バッチリですね。はい、はい、ストラップは今日はもうこれやりに来たんですから。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、社長が打つ打つでは、実際に通信対戦をしてみましょう。じゃあテニスを選んで私の方で操作しますね。はい、この対外試合っていうのがあのインターネット対戦のことです。はい、で、先ほどのですね、あの鈴木と牧野が向こうでも待ってますんで、はい、じゃあ2人チームで参加。今あのフレンド登録してますので、はい、彼らが来るかどうか探しています。じゃあ先に私たち入って待ってみましょう。いきます。実際ですね、あの相手が見つかるまでの間、まあ、ずっと待っとくのも暇なので、はい、遊びながら待つという仕様が入ってます。はい、手持ち無沙汰なんでこう打ちながら対戦相手来ないかな、早く来んかなっていうのを待ちます。あ、来ましたね。牧野さんがやってきました。マジです。マジです。勝ちいきましょう実際もうインターネットでつながってますんで、実際にその遊んだ感じっていうのを見てください。いきますか。はい、せーの、よいしょ。ごめんなさい、すいません。よっしゃな、よっしゃな、よっしゃ言ってますね。これのミニバースで先ほど登録していて十字キロスと出るコメントですね。オッケー、散歩レオ、さっきの練習のボレーを厳しい早いよオッケー、よっしゃ取りました。今チャンスボールを、はい、拾ってしまいました。しかもカバーさせていただきました。見事にカバーを、はい、いきます。せーの、よいしょ。 OK、 よいしょ、取りました。 2-3、ありがとうございます。お願いします。バック、オッケーオッケー、ナイスです。あー、ごめんなさい、すいません。あー、厳しい。ナイスですね。厳しいですね。はい、か、ちょっと練習しとこうか。うん、OK、ナイスクロス。あー、惜しい。厳しい。かっこいい。でも、あれですね確かに人とやってる感じがします、うん、情け無用ね。ちょっと本気出してすいませんすいませんすぎます。毎日毎日やってるわけですから基本マジになる。そうそう、向こうでガッツポーズとかハイタッチしてました。誰とやってるか分かってました。すいません、分かってました。すいません次はきっとはい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。